沢社屋は、歌舞伎役者の親号。初代、市川猿之助の成果が副業として、薬草の沢社を扱う薬屋を承なっていたと言われる、ことに由来する。なお、沢社屋の、社の作りは、正しくは、和漢無理である。沢社屋の宗家の名跡は、市川猿之助と、市川段四郎の二枚看板となっている。初代猿之助は、一度は、死の九代目。 一川段十郎の歓喜に触れて、波紋となりながら、自ら研鑽を重ねて、芸を磨き続け、苦節20年、死から波紋を解かれたのを機に改名したのが、初代円之助だった。円之助はこの後めきめき腕を上げ、一川一門の番頭格となるまでになった。九代目が、一川宗家の後継者を得ぬまま死去すると、今度は一門の代表格として、 早家不在という難しい時代を乗り切ることに、専念したが、これを機に襲名したのが二代目男子郎だった。つまり彼は、油の乗り切った壮年の二十年間を縁之助として過ごし、東京歌舞伎の長老として、重きを成した晩年の十二年間を男子郎として過ごしたわけだが、これが、結果的に止めなとなった。しかし、自らが、芸一筋で切り開いた。 猿之助への愛着には拭いきれないものがあり、結局長男には猿之助を襲名させたが、それでは今度は男四郎への顔が立たない。既存の門伐家であれば、代々の宗家が、例えば、新之助、海老蔵、ウ、十郎と出世魚のような襲名を繰り返すこともできたかもしれないが、家の歴史が浅い分を自らの研鑽で補ってその地位を築いた二代目、男四郎の沢社屋では、 指定の教育にも金を惜しみなく使うため、懐具合は、決して豊かではなかった。そこでひねり出したのが、宗家名跡は、猿之助と男四郎の双方。ただし、これを一代ごとに交互に、襲名という名案だった。この結果、沢社屋ではという独特の名跡継承となった。沢社屋の代表的な名跡には、以下のものがある。なお参考までに、縄文も合わせて記した。 吉礼化お店を歌舞伎歌舞伎座歌舞伎美人。ありがとうございます。